はい、坂翔です。今日はね、ルトラマン の今年ね、2024年の今まで8月までに発売した、で自分が買ったね、ウルトラヒーローシリーズ、まあウルトラ怪獣シリーズのソフビの一気にお見せするっていう動画になります。ちなみにこれウルサマ、皆さん行かれましたが、まだ行ってない方もいるかと思うんですけど、ちょっと一応自分ね、ウルサマの動画も出してるんで、まあこれなんですけど、でもしよかったら見てみてください。でこれね、ウルサマで買ったようなソフビもね、一緒にお見せするんで、はい。で、あとね、自分ね、ウルトラマンに関しては、ウルサマもう一回行くんですよね、後期のやつ。ジョーニアスと写真撮りたくて、まあ、そちらの時にまたちょっとカネゴンかなんか変えたら、ね、ソフビお見せしようかなと思っています。っていう感じですね。じゃあね、ちょっと今年買ったソフビ、まあ、今年発売したっていうかね、手に入れたソフビを一個ずつお見せしていくので、もしよかったらね、最後までね、まあ、なんとなく見てもらったらいいかなと思います。じゃあね、ちょっとね、一個ずつお見せしますね。じゃあ、まず一つ目。いきなりあれなんですけど、これ。セブンの吉野家とのコラボ。なんかポイントとか貯めてみたいなやつなんですけど。これちょっと今年手に入れたんでね。はい。まあ、こんな感じ。まあ、動きまこうしてくけど。後ろこう。ね。で、牛ポウルトラ大作戦みたいな感じで、牛丼の吉野家とのね、コラボの動画。コラボの装備になります。で、次がね、ウルトラマンガイアの V1 ですね。こんな感じ。ガイア好きなんでね、自分ね。ガイアとグレートが好きなんですよね。はい、タグこんな感じ。いいですね。で、次もね、ウルトラマンガイア。今度はね、スーパースプリームバージョンですね。はい、これはね、一般だったってな。さっきのがヨドバシ、ですね。こっちがね、ヨドバシカメラ限定なんですよね。確かこれ一般だったと思うんですよね。これは一般で買えたと思います。はい。ですね。スーパーソリューム。ガイアですね。まあね、後ろはまあこれですけど。スーパー、めっちゃかっこいい。ガイア。で、次がですね、ウルトラマンゼロの、コロナゼロですね。これも一応今年発売した。ゼロがちょっと多いですね、今年発売したんで。やっとね、ゼロと写真撮れましたよ、この間。ね。嬉しかったですけど。まあ、普通のタイプだったんですけど。はい。で、次も、ウルトラマンゼロ。これ、ウルティナイトゼロですね。セブンの息子。お後ろいいですね、ちゃんとできてますね。いい感じの塗装。ウルティナイトゼロ。ゼロ。で、また次もゼロで、今度はね、ルナミラクル。ルナミルクのゼロ。こんな感じで。結構出てますね、今年ね。結構買ってます。まあ、買ってないのもあるんですよ、結構。うん。まあ、怪獣はそこまで買ってなくてですね。まあ、こんな感じです。ルナミラクル。次は、ネクサスのアンファンス。ネクサスも写真撮りたいなっていうところですね。あ、こんな感じ。結構出てるな。あ、後ろここもやってくれてますね。ネクサス。ネクサスのね、主人公の俳優の方も写真撮ったことあるんですよね。ちょっと載せておきます。これ、こちらの方ですね。名前ちょっとど忘れしちゃってます。書いておきますけど、ね。こんな感じですね。ネクサス。で、次は、あ、そうだそうだそうだ。銀河。銀河ストリーム。いいですね、銀河。ニュージェネのトップバッターって感じですね。はい。まあ、銀河ストリームですね。銀河とも写真撮りたいな。ほんとね、ウルトラショットいいっすよね。皆さんもね、大好きだと思うんですけど、全員のね、ウルトラマンといつか、全部揃えたとこと、ね、揃えたいなっていう感じなんで、二人のウルトラマンと撮れるときにね、被ってるわ。これ撮ったことあるな、みたいになっちゃうんですよね。なんでね、なるべく二人どっちも撮ってないなって時にしたいんですけどね。こんな感じ。大体一年に二回かな、行くんでね、ウルサマに関しては。まあね、去年三回ちょっとあったんですけど。で、次がですね、今度ね、これ、ウルトラ、こちら怪獣シリーズなんですけど、偽ウルトラマンですね。これウルトラマンの時の偽ウルトラマン。だからもうほんとね、塗装がちょっと、これはね、ショックだったなって、横もやってないっていうね。後ろこうですけど。まあ、もう、
お金的なことなんでしょうけどね。高くしてるんだからな、みたいなところあるけど。まあこれ、結構、まあ一応ね、2セールトマンなの好きですけど。で、次がですね、2セベリアルね。これも今年なんですよね。はい、結構ね、アークの怪獣がちょこちょこ出てるんですけど、ちょっとまだ買ってないんですけどね。まあこんな感じ、2セベリアル。で、次が、ウルトラマンアーク。今年のウルトラマン。アークとも写真撮れましたよ。アークの時だ結構人気っすね。やっぱね、新しいルートが人気っすね。アーク。で、次がですね、ウルサマで購入したやつなんですけど、ウルトラマンアークの、スペシャルカラーバージョン、ラメ仕様ですね。こんな感じ。はい。で、次が、こちらがね、ウルトラマンアークのサトゥルアーマー。これもウルサマで購入して先行だったんですかね。これ一般じゃなくて確かね、これウルトラマンショップ、デパートとか、まあ、東京駅とかあって、横浜の、なんだ、あれ、ララポートでしたっけ？横浜でもあるウルトラアスレチックスとかにあるとこで多分ってんかなと思うんですけど、まあ、こんな感じ。はい、サトゥルアーマーですね。で、次がですね、ウルトラマンジードのプリミティブのスターズカラー。これもね、これはウルサマ、今年ので買いましたね。こんな感じですね。プリミティブ。で、次最後なんですけど、ウルトラマン X のスターズカラーバージョンですね。まあ、こんな感じ、はい。っていう感じでした。一応ね、以上がね、まあ、今年ね、自分が買った、ウルトラヒーローシリーズ、もしくはウルトラ怪獣シリーズのソフリです。まあ、今後もね、まあ、続々出てくると思うんでね。まあ、アークの怪獣系とか、アークのね、いろんなタイプあるんで、他のも出てほしいですけどね。そのね、まあこんな感じですね。で、ね、この後ね、ちょっと、こちらちょっとアップしたところを、まあ、軽くお見せして、動画終わりになります。はい。でね、今後もね、まあ、ウルトラマン系の動画ともどんどん撮っていきたいと思いますし、で、ウルサマの動画見てない方もね、もしよかったら見てみてください。はい。それじゃね、夏休みの連続とかをね、見ていただいてる方、本当にありがとうございます。それじゃね、この後、このアップしたところ見てもらって、動画終わります。それでは、失礼します。Ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that